はい、皆さんこんにちは、エステ王子です。今回はサロンに通い続けてもらうための特別扱いについてお伝えしていきたいと思います。このチャンネルではですね、エステ王子のサロン経営ノウハウ、カウンセリングや物販、リピーター作り、それから集客、こういったことをお伝えしております。それからですね、エステ王子の日本一のエステテクニックもご紹介しておりますので、ぜひね、参考していただければと思います。はい、ということで今回はですね、特別扱いっていうのはね、一つのテーマなんですけれども、以前ですね、私がエステサロンの現場で働いている時に、店長の時ですね、下のスタッフからあることを言われたんですね。サロンに来られるお客様に対して、店長は人によって扱い方が違うとか、対応の仕方が違うんじゃないですか、なんかそういうのはどうなんですか、いいんですか、悪いんですか、みたいな感じで言われたことがあるんですね。ではですね、あなたはどう思うかっていうことですね。ご来店していただいているお客様に対して、人それぞれに対してですね、扱い方が変わる、接客の仕方が変わる、対応の仕方が変わるって言った時にどう思われるかっていうことなんですね。はい、例えば扱い方が変わるとか、特別扱いとか、いろいろあると思うんですけれども、例えばほぼ 100% のサロンでやられている特別扱いっていうのがあるんですね。で、それは何かっていうと、新規のお客様に対する特別扱いです。初めての方、新規の方は、通常例えば1万円のエステが5000円でできますよとか、3000円でできますよっていうね、特別扱いをしている。これはね、皆さんもうお分かりだと思うんですけれども、要は最初からね、定額でやったとしても、お客様は最初から1万円払いたくないなっていうふうに思ってるわけなんですね。で、それをやっぱ価格を下げていくから、このサロンに一回行ってみよう、お試しに行ってみようっていうね、少しこう、エステに対して前向きになって、一歩踏み出しやすいっていうふうになってくるので、新規のお客様に対しては、新規価格っていうのをね、作られているんだと思います。これも一つのね、特別扱いなんですね。はい、それからですね、もう一つね、やっぱり特別扱いということで、考えていかなければいけないのはですね、リピーターのお客様なんですね。で、最終的には、エステサロンの経営っていうのは何が必要かっていうと、たくさん通い続けてくれるお客様ですね。こういったお客様を何名作れるか、単価の高いお客様だったりだとか、有料顧客ですね、こういったお客様をどれだけの数囲えるかっていうことが、サロン経営にはですね、すごく重要なポイントになります。ちょっとですね、話は変わるんですけれども、例えばね、あなただったらどんなお店に通い続けたくなるかっていうのを考えていただくといいと思うんですね。で、例えばですね、飲食店に、あなたがね、行かれたとします。近所の定食屋とかね、レストランがあったとします。で、そこに行った時に、マスターとかね、オーナーと少しこう仲良くなったと、会話をして、で、そうするとなぜかまた行きたくなる。よっぽどですね、美味しくなければ別かもしれませんが、そこそこの味だったと。で、マスターと仲良くなった、気心も知れたから、あのお店に行こうっていう風になったりしますよね。で、その時に、例えばあなたがですね、そのレストランとか、定食屋さんに行かれた時に友達と行ったとします。その時ですね、マスターが、食事が終わった時に、これデザートなんだけれども、特別に、食べてくださいねっていう風にデザートを渡されたとします。で、あなたの分とお友達の分、両方2つですね、デザートを出してくれたと。そうするとどう思うかなんですね。すごくね、特別感を感じるんですよ。特別感、そうすることによって、こんな特別扱いしてもらったから、やっぱりまた行こうっていうふうにね、思うお客様がすごく多いんです。逆に毎回行っているのに何のサービスもないなっていうお店、これはどう思うかなんですね。間違いなくですね、毎回行ってるんであれば、特別扱いをしてくれるお店の方がもっと行こうかなっていうふうになるわけなんですよ。これが有料顧客を作っていくための特別扱いの仕方なんですね。で、それをですね、じゃあエステサロンで置き換えた場合にどんな風なことができるかっていうことなんですけれども、これサロンではですね、やっぱりね、上顧客、 VIP のお客様だとか、ロイヤルカスタマーだとか、そういったお客様を作っていくっていうことがすごく大切なんですね。で、サロンでもすごくね、これが大事なんですけれども、じゃあどういう風にしてやっていくべきなのかっていうのがあるんですけれども、基本的には、一番オーソドックスなのはですね、金額、払ってくださった金額によって基準を決めて、例えば A ランク、 B ランク、 C ランクみたいな感じで基準を決めて、A ランクの方にはこんな特別サービスをしようとか、 B ランクの方にはこういったサービスしよう、 C ランクの方にはここまでやろうかな、
っていうですね、そのランクごとのサービスを決めておく、扱い方、接客の仕方を決めておく、これがねすごく重要なんですね。でそうすると、例えばじゃあ C ランクの方はですね、年間例えば30万円使ってくれるお客様だったとします。でそうすると30万円年間使ってくれたので、はい、例えば次に商品を買うときには 5% オフになりますよとか、施術のときにオプションを何回かサービスしてもらえるとかですね。じゃあ B ランクの人は年間50万以上使うお客様だったと、そうするとその人には施術料金毎回 10% をしますよとか、まあ、いろんなねサービスの仕方があるんです。まあ、これはあくまでもまあ一つの例ですけれども、繁盛サロンさんっていうのは必ずですねこういった特別扱いの制度を設けてます。なのでその特別扱いやっぱりされたいんですね、皆さん。なのでまあ百貨店なんかもすごくね分かりやすいと思います。ある一定の金額をねちゃんと使ってるお客様ってね、買い物した時に休憩ルームがあったりするわけですよ。はい、お知らせがいち早く来たりだとか、特別扱いをねすごく受けてるわけなんですね。その特別扱いがやっぱ嬉しいから、またそこに行こうっていうふうになるわけですよね。なのでエステサロンでも必ずこの特別扱い制度みたいな部分をやっぱり作っていかないと、本当にいいお客様っていうのがいなくなるんですね。本当にいいお客様をずっと囲っておくからこそ安定経営ができてくるっていうことなので、いかにねあなたがですね特別なお客様を作る、ロイヤルカスタマーを作る、その人たちにどんなサービスができるか、これを常に考えることによってサロンの経営っていうのがうまくいくとかいかないとかっていうね、これができてきますので、ぜひねこういったことを考えていただきたいと思います。もう一つね、分かりやすい例で言うと、クレジットカードっていうのはすごく分かりやすいと思うんですよね。例えば、まあ、一般のカードがあって、次にゴールドカードがある。そして、プラチナカードがあってとか、ブラックカードがある。みたいな風な、まあ、ランク制度を設けてるわけですよ。その年会費が違うわけなんですね。その年会費が違って、そのランクごとにサービス内容もまた決まってくるっていう風になってますので、すごくこれが、ね、いい例だと思うんですね。なので、こういったものをエステサロンの中でも取り入れていただくと、まあ、お客様っていうのは上のランクを目指したいっていうふうに、ね、思う方もいらっしゃれば、上のランクからそのランクから落ちたくないって言ってずっとね50万以上、年間50万以上とか年間100万以上払い続けるっていうお客様もいらっしゃいますので、そういったお客様をちゃんと囲い込んでおくための制度っていうのを充実させなきゃいけないということなんですね。はい、ということで、今回の動画いかがでしたでしょうかね。特別扱いについてお話しさせていただきました。これ本当にですね、先ほどもねお話しましたけれども、繁盛店は特別扱いをするっていうことがねすごく上手にできてます。はい、なのであなたもそうだと思います。特別扱いをされたらまたそこに行こうかなって必ず思うはずなんです。そういったお客様の心理、心の状態をねやっぱりね分かっていくことがね、エステサロン経営ではすごく重要ですから、ぜひね特別扱いの制度なんかを作っていただいて、サロン運営をですねしていただきたいと思います。はい、ということでこれからもねまたね、たくさんの YouTube 動画をねアップしていきたいというふうに思っておりますので、お見逃しないようにぜひチャンネル登録をお願いいたします。ということでまたお会いしましょう。